皆さんこんにちは。今日は皆さんと国語辞典を使おうということを勉強していきましょう。国語辞典は何のために使うのだろう。分厚くって重たそうだな。今日は国語辞典を持ってきました。国語辞典を使うと次のようなことを知ることができます。1. 言葉の意味、2. 言葉の使い方、3. 漢字での書き表し方です。それでは深いという言葉を辞典で調べてみましょう。深いは漢字で書くとこのようになりますが、調べるときは深いとひらがなに直して調べるようにしましょう。あかさたなはまやらわから深いの負があるページを探します。深いの負はは、ひ、負だから慣れるまで時間がかかると思うから焦らず探しましょう。は、ひ、負だから ありました。あかさたなはまやらわの部分を辞書で言うとここです。爪と言います。辞書にはこのように出ています。ひらがなで書かれた部分を見出し語と言います。漢字での書き表し方がここには載っています。また辞書にはフェンス深く、この辞書で言うと横書きです。辞書によっては縦書きがあるんですが、そのページの最初に出ている言葉と最後に出ている言葉が書き表されているところがあります。この部分を柱と言います。言葉の意味や言葉の使い方が辞書には載っていると思います。意味は1、2、3といくつかある場合があります。やった、自分で調べられたよ。見出し語は50音順に並んでいます。一文字目が同じときは二文字目を比べましょう。見ていきましょう。買い物、顔色、語る、一文字目は一緒ですね。その時は二文字目を比べます。い、お、たとなっているのでこの順に並んでいます。は、ひのような声音の後にはば、びのような濁音、濁音の後にはぱ、ぴのような半濁音の順で並んでいます。ホール、ボール、ポールということになります。シール、プールのような伸ばす音がある語はシール、プールのようにあ、い、う、え、おに置き換えて並んでいます。ゲームの場合はどうでしょうか。考えてみましょう。そうですね、ゲームになります。旅丸さん、どうでしたか。調べられるようになりましたか。はい、調べられるようになりました。これからどんどん調べたいです。国語辞典って言葉の宝箱みたいだね。さあ、皆さんどうでしたか。旅丸さんが言ってたように国語辞典は言葉の宝箱みたいなものです。たくさんの言葉を見つけてくださいね。それではこれで終わります。